WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、小崎ひろやです、はい、えっとまあ、初めてのロッキンジャパンフェスだったんですけど、まあ、どんなもんかなと思ったんですけど、たくさんお客さんが来てくれて、あのまあ、しかも、外でね、あの演奏できて、すごい気持ちよかったです。新曲も結構多かったんですけど、あのなんかみんなで一緒に練習して、あのコールレスポンスみたいなこともできたんで、なんかすごい大きな収穫がありました。 そうですねこれはあの「エウレカ7の」の、まあ、主題歌でエウレカの主人公がレントン君っていうのがいるんですけどそのレントン君の父親が結構伝説的な存在で、まあ、そのレントンと僕の境遇が似てたってうことでこう映画の主題歌にしてもらったんですけど「あのー、なんだろうなグローリーデイズっていうタイトルで明日のこの栄光の日々をつかもうっていうのを力強く。 表現している曲になってますはいえー、東京大阪名古屋千葉と4か所回らせていただくんですけれどもまあ初のホールツアーということで結構これから準備大変だなみたいな気持ちなんですけどあの楽しくやっていきたいですね今後の目標今後の目標はえー、うんまたロッキンジャパン来たいですね WWS チャンネルをご覧の皆さんあのこれからもっともっとビッグになるように頑張るのでいつか見に来てください。小崎平でした。